ああ、夢の世界が広がっています。すごい。うわ、もう、どの車を見たらいいかわからないですよね。洗練された美しいボディ。ジェットエンジンのようなマフラー。もう、超高級車が集結しました。福岡市中央区にあるザ・ニューガイアビルディング天神北で行われているのがメガスーパーカー展。実に4年ぶりの開催で、スーパーカーより高性能ハイパーカー8台が展示されているんです。中学生以下無料です。ざっと総額はいくらぐらいですか？だいたい20億円を超えてる形ですかね。はい、お金が早いですね。やっぱりすみません、ちょっと聞きたくなっちゃって。九州でも、このクラスになると走ってるのはなかなかお目にはかかれないんじゃないいかなと思いやー、まず見たこます。とがないですよね。1970年代、スーパーカーブームの火付け役と言われているのが、当時斬新なデザインで子供から大人まで魅了したランボルギーニカウンタック。こう横から見てもかっこいい。うわー、跳ねました、扉が。ほら、来たよ。来たランボよ。ルギーニカウンタックやん。知ってる？めっちゃかっけえ。めっちゃかっけえ。めっちゃかっけえ。ああ、何がかっけえ？ メタル。メタル？ちょっとやっぱレトロというかね。そう。僕もちょっとドキドキしてる、今。興奮すると人はこうなります。もうカメラどころじゃないんですよ。熊本県からやってきたというアイト君。彼のお目当てというのがこちら、レベル16。一般公開は日本初だそうです。どう？おやべえ、開き方が。ごめん、ちょっと、お母さん、レベル開きました。本当特別に。ごめんね。さあ、じゃ飲めよ。興奮気味のアイト君、なんと社長の計らいで特別に乗せてもらうことに。お尻から、お尻からいける。はい、オッケーオッケー。あ、いやいや、オッケー。あ、来たじゃん。世界最年少でしょうね。世界最年少やって。でしょうね、多分座った方で言うと。やばい、川だこれ。オッケーオッケー。よっしゃ、よかった。よかったよかった。川の座り心地やば。買いたい。買いたい。ほら。そんな子供たちを魅了するかっこいい車たちが並ぶ中、最も高性能と言われているのが、ブガッティシロンですね。400キロを超えますんで、最高速400度キロですよ。ギネス記録を取った車になりますね。これでだいたい4億円ちょっと超えるぐらいになりますね。めっちゃおしゃれ、中、彩りが。エアコンのボタン一つ取ってもすごくデザインにこだわりが見えます。エンジンいきます。こう爆発音のようなエンジン音が鳴り響きましたね。どうでした、今エンジン音聞いて。爆発みたいな音でかっこよかった。かっこよかった。どかっこいい。かっこいい。かっこいいね。どの車が好き？ブガッティのウェイロンです。ブガッティのウェイロン。こちらブガッティベイロンだ。ちょっと近づいてみよっか。来てくれた。近づいてみる？将来の夢とかありますか？はい、どんな夢ですか？高くてかっこいい車を買うこと。すげえ、もうね、この車に乗りたい、じゃあ乗るために頑張ろうとか、この夏休み期間でもそういう夢を持ってもらって、そういうなんか思い出にこのイベントがなれば開催してよかったなって思います。夢のきっかけですね。そうですね。